はい、こんにちは。今日は橋の下で筋トレをしていました。僕は29歳で社会をなめて生きてたら借金して故郷に泣きつく羽目になったものです。昨年9月にマサラタウンに出戻りしました。現在奨学金570万は繰り越し中、アコム50万のうち23万は返済できています。そもそも借金をした経緯については概要欄からこちらの動画を見てもらえたら嬉しいです。この田舎生活では幸いにも家業で働き口があったので、平日に仕事をさせてもらいながら土日に撮影をしています。そのため現在は恵まれた環境でのびのびと自分の活動もできているわけです。帰らせてくれる場所がなければのたれ死んでいたことでしょう。田舎生活の期間でしかできないことをしてしっかりと力を蓄えたいと思います。今日は金曜日です。明日の撮影に向けておやすみなさい。おはようございます。4月下旬になってから天気がとことん悪いですね。今日は珍しく朝食を食べます。卵の黄身は熱しすぎないのがポイントです。里芋の味噌汁もあります。最後は猫まんまにしていただきマンモス。ずっと冷凍庫に入れてあったオキアミを使って釣りでもやってみますか。まあ今日は曇り空でいつ天気が崩れてもおかしくないんで、はい、近場で撮影していきましょう。何か釣れたらいいですね。まあ、この辺一帯はフグばっかり釣れるんで、まあ、他の魚もたまにちょんちょんと、つついてくるんで、それを釣りたいですね。今日は古い釣り竿を使っていて動きが悪いんで、糸は先端から手動で垂らしていきます。あんまりいないですね、食えそうなのが。もう昔に比べたら、海の汚れとか水温の変化で全然魚がいないですね。釣りはちょっと性に合ってないかもしれませんね。待つのがただただ苦行です。集中力があるわけでもないし、ぼーっとするのもあんま好きではないんで、うーんといったところですね。お、引っかかりましたね。なんか、お、こりゃ食えるか。フグですね。舐めてますね。リリースします。このように手動で垂らしていかないと下に落ちません。巻くときは大丈夫なんで安心してください。なんか釣れたら焼いて食べたいですね。また当たり屋が釣れました。こいつはもういいんで、ちゃんと食える魚が欲しいです。はい、もういいです。コリゴリしました。釣りはハマれそうにありません。語弊がありましたね。知識不足で、ダメでした。昼ご飯を適当に食べた後に散歩と買い物に出かけている最中です。途中で雨が降ってきました。
雨宿りみたいな人生です、と不可思議ワンダーボーイが叫んでいました。僕も東京生活ではまさにどん詰まり、その場しのぎでした。根本的な解決なんてものはなく、進むべき道さえわからない、これほど空虚な日々はありません。しかしその一方で、僕はそんな歌を聴く自分に酔っていました。平常心を保つには自分に酔っ払うことが重要です。僕は幸いにも自分大好き人間なので、生まれ持ったナルシズムに支えられてきました。しかしそれ以上にピンチの時は多くの人に救われてきました。東京は冷たい街なんてよく言われますが、そんなことはありません。むしろ大熱風シティです。自由な未来人が集う混沌聖域だと思っています。僕は東京をやけに気に入っているというか、執着心を手放せない理由はこれですね。しかし物価が高い、ドライな資本主義王国なので、力のないものは駆逐されてしまいます。僕は一度弾かれた身なので、いや、根性がなく自分から逃げてしまったって言った方が正しいかもしれませんね。とにかく東京は来るもの拒まず去るもの追わず、そんな不思議なオープンワールドです。はい、ポエムはここまでです。あとは自然の音、そして晩飯をお楽しみにしてください。もう雨に打たれても気にならないレベルに行きました。濡れるならとことん濡れる、落ちるときはしっかり落ちきる、そんなスタンスでやっていきたいですね。今日一日はボケーっとしていたので、体を動かしてその分を取り戻していきます。というか晩飯の時にビール一杯飲もうと思うので、その分のカロリーを無効化しようという目論みですね。これは普通の腕立て伏せではなくて、瞬発力を一応鍛えています。一瞬で力を込めることによって腹筋や体幹などの力も使うので、まあ自分なりに効率のいいサクッとできる筋トレとして、愛用じゃないやな、なんか気に入ってやっています。さて、動いたところで晩飯を作りましょうか。今夜はお好み焼きにします。なんか家で簡単に作れちゃう系のやつがあったので、今夜はそれでいきます。それでは男のガバガバクッキングをお楽しみください。
おお、すげえ。なるほどね。ピザのように切っていきますよ。マヨネーズとソースはあったんですけど、青のりと鰹節がありませんでした。わさびふりかけがあったので、これでなんとかごまかそうと思います。というか、こっちの方が興味ありますね。大正解です。ちゃんと美味しいです。僕はお好み焼き、たこ焼きにふりかけをまぶすのを提唱したいです。ぜひ青のり難民になった人はお試しください。まあでもこういうのはとっくにクックパッドとかでありそうですけどね。せっかくなので祖母の分もやります。高齢者にはマヨネーズが多すぎかもしれませんが、まあパンチがある方がいいと思うんで、うまさ重視でいきましょう。青のりとわさびふりかけの違いはおそらくバレないと思います。もう視力もあれだと思うんで、もう青のりにしか見えないはずですね。はい、この後食べてもらいました。パンチがあるわいって言ってましたね。ジューシーなトメチが最高。一気に捉えようとすると破裂して水しぶきがかかるので、気をつけて少しずつ口に運んでいきましょう。今は食べたり飲んだりしながらブルース・リーの死亡的遊戯のラストシーンを見ています。超昔の映画ですね。ラスボス足長おじさんとの一騎打ち。派手なアクションシーンではなく、地味で泥臭い戦いです。このシーンがやけに昔から好きで、たまに見たくなりますね。僕は最近久しぶりに文章を書き始めたのですが、死亡的遊戯ではなく衝動的遊戯というタイトルで再始動しました。はい、ちょっとしたエッセイというか、第二の発信源として楽しく運営できたらと思います。ぜひ見てくだち。まだまだ明るいです。最近は明るい時間が多くなりましたね。水面に反射する曇り空もかっこいいです。はい、今回も皆さんここまで見てくださってありがとうございます。相変わらず物好きですね。ありがとうございました。